ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回こちら、マサルが現在愛用しています、Amazon の最新の Fire タブレット、Fire AC10 Plus。この Fire AC10 Plus にインストールしているおすすめのアプリをご紹介したいと思います。もうそのアプリにつきましては、実はこのホーム画面上に表示されているアプリになっていて、まず一つ目におすすめできるアプリとしてはこちら。Google のプレイストアになります。Amazon のタブレット用にも Amazon オリジナルのアプリストア、こちらが用意されていますので、ここから様々なアプリをインストールすることはできるものの、やはりまだまだアプリは少ないというのが現状です。今後、Microsoft の新しい OS、Windows 11の方がこの Amazon のアプリストアをサポートするということが発表されていますので、もっとこれからはアプリが充実してくるものと思いますが、やはり現状ではまだまだ対応しているアプリが少ないというところがあります。そこで様々な便利アプリをインストールする際に、どうしてもこの Google の Play Store が必要になってきますので、この Play Store を少し特殊な方法を使って、この Fire タブレット上にインストールしています。この Play Store のインストール方法につきましては、また別の動画でご紹介していますので、そちらの方は動画の概要欄の方にインストールの仕方を解説した動画のリンクを貼っておきます。そしてこの Amazon の Play Store をインストールした上で、ここから様々な便利アプリをインストールして使っています。例えば、こちら。今少し画面の反射の関係上見えにくくなっていますが、この部分。この部分にボタンが表示されているのがわかるかと思います。このボタンはどういうボタンかと言いますと、例えばこのプラスのところをタップしてみますと、このように音量をどんどん上げていくことができます。要はこのボタンというのは何かと言いますと、音量を調整するためのボタンになります。音量を上げることもできれば、マイナスをタップして音量を下げていくこともできます。またどうしてもこの表示が邪魔という場合は、このボリュームのマーク、ボリュームマークをタップしますと、これに畳むことができます。もう一度プラスマイナスを表示したい場合は、こちらをタップ。このようにして、画面上でボリューム調整を行うことができるというボタンになっています。このアプリはこちら、常に見える音量ボタンというアプリになっていて、このアプリもプレイストアの方から取ってきてインストールすることができます。さらに、この Fire タブレットに入れているおすすめのアプリとしてはこちら。こちらも先ほどの音量調整のボタンと同じく、とてもシンプルなアプリではありますが、何をすることができるかと言いますと、このロックというアイコンをタップしますと、こんな感じ。画面をロックすることができます。ただそれだけになります。もう一度やってみますと、このロックというアプリをタップしますと、このように画面をロックすることができます。もちろんわざわざこのアプリを使わなくても、Fire タブレットの側面には、このように電源ボタンがついていますので、このボタンを押しても、画面のロックというのはできるものの、やはりどうしても側面にボタンがある場合、Fire タブレットを置いている向きによっては、左になるのか、それとも右になるのか、それが分かりにくいところがあります。また、暗い場所ではどうしても手探りでボタンを探さなければならず、よくマサルは暗い場所、特にベッドの上などで動画を見たりしていますので、手探りで探すよりは、このように画面上にロックボタンがあった方が使いやすいということで、先ほどのボリュームボタンもそうですが、すべての操作が画面上で完結できるというアプリを入れることによって、わざわざ手探りでボタンを探すことなく、画面上だけですべてのコントロールができるようにしています。さらにもう一つおすすめのアプリとしましてはこちら、Firefox になります。これはもう誰もがご存知の、要はブラウザアプリになります。この Fire タブレット自体もシルクブラウザといって、Amazon 独自のブラウザアプリが入っていますが、あえてこの Firefox をインストールする理由としましては、様々なアドインを使うことができるというところにあります。例えば現在この Firefox をインストールした上で、現在どのようなアドインを入れているかと言いますとこちら、uBlock Origin というアドオンを入れています。これは何かと言いますと、広告をブロックするアドインになります。これによって何ができるかと言いますと、例えばこの Firefox 上で、YouTube の動画を再生した場合、この YouTube 上の広告を非表示にすることができます。なお、この Firefox の場合、YouTube を再生する際の画質設定としてこちら、
1080p、要はフル HD を指定することもできます。ですので、高画質で動画をどんどん見ていこうとした場合、どうしても広告が間に入ってしまいますと、広告が邪魔でスムーズに次の動画が再生できないということがあります。そういう時でも今ご紹介した広告ブロックのアドオンを入れておくことによって、広告を表示せずに次々と動画を再生することができ、またこれは YouTube を見る時だけではなく、普段ネットで何か調べ物をする際も広告を非表示にすることができ、ページの表示速度を上げることができるなど、こういった広告ブロックのアドオンを入れることができるというのも、このサードパーティーの Firefox というブラウザアプリを使うメリットになっています。ですので、マサルは Amazon 標準の視力ブラウザではなく、この Firefox をあえて入れてこちらで YouTube を見たり、ネットで調べ物をしたりしています。どのアプリもシンプルなアプリではありますが、今ご紹介したアプリが、マサルがこの Fire タブレットに入れて愛用しているアプリになります。もう一度ご紹介しますと、まずはプレイストア。このプレイストアを入れないことには、今ご紹介した画面ロックアプリだったり、Firefox。これらアプリを追加することはできませんので、まずはこのプレイストアを入れておく必要があります。その上で、プレイストアから取ってきたおすすめのアプリとしては、画面をロックするアプリ。それから常に見える音量ボタン。画面上にこのようにボリューム調整ボタンを表示するアプリ。さらにはブラウザアプリの Firefox。さらに Firefox には広告ブロックのアドオンを追加して使っています。以上がマサルがこの Fire タブレットを使う際に入れているおすすめアプリになります。プレイストア、Firefox はご存知の方多いかと思いますが、ワンクリックで画面をロックできるボタンだったり、ボリューム調整ボタンを画面上に表示するアプリだったり、こういったアプリは意外と知らない方も多いかと思います。これは Fire タブレットだけではなく、Android スマホ用にも用意されていて、Android のタブレットをスマホにも入れることができるようになっています。ですので今回は Fire タブレット用のアプリというふうにお伝えしましたが、それ以外の一般的な Android スマホだったり、Android タブレットをお使いの方も、これらアプリは入れることができますので、もし何か興味のあるアプリがありましたら、どれも無料で使うことができますので、プレイストアの方からインストールして、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。なお、話の中でご紹介しました、Fire タブレットにプレイストアをインストールする方法についてまとめた動画、それから現在販売されています最新の Fire タブレットの販売ページ、その辺のリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきます。それぞれ興味のある方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。